はい、皆さんこんにちは、まるさんです。なんでこうやってたこ焼き作ってるんだろうね。まるさんのマガジンマガジンということで、雑誌を紹介している動画をアップしています。今回紹介する動画はね、ちょっとでこれね、なんだろうって一瞬思ったんですけどね、椅子です。決して変なものではありません。はい、アクシスです。これ椅子ね、ちょっと不思議なものに見えますけどね。アクシスのこれはジューン2021ボリューム211、6月号でした。ちょっと前に出ました。出るのが偶数月の1日なので、一応最新号かな、次8月1日号か。でなんでこれ買っちゃったかっていうと、これなんですよ、XR。 なんだろうって最初思ったんですね。言っちゃえばバーチャルリアリティ VR、ミクストリアリティ MR、 それと AR オーギメンテッドリアリティっていうのがあって、それらを総称して XR という言い方をするそうです。 XR ってエクステンドリアリティ、拡張現実って言ったらいいのかな。エクステンデッドリアリティ XR が生む新たな体験ということで、特集が組まれていますので、行ってしまいました。仮想と現実の世界融合させる体験デザイン最前線。アクシスはね、本当に昔から時々買ってました。思い起こせば僕がデザインの、建築デザインの、勉強してる時に創刊されてるんですけど、その時に本当に、中閉じだったんですよ。中閉じの1、2、3号とか知ってるのね。で、六本木にアクシスビルっていうのができたりとか、浜野康弘さん、浜野商品研究所とかが関わってたりとかね。あの時に実は僕自身も、あるデザイナーさんの元でアルバイトさせてもらっていた時代がありまして、アクシスの仕事はちょっとだけ関わっていたことがあったりしています。そういう意味でアクシスっていう本がね、あれからもう本当に何十年、すごいね、創刊から言うとそれだけ続いているデザインの総合雑誌です。XR が描く現在そして未来ということで、こんな風に冒頭書かれています。一部の限られた人による限定された世界の作り事だった XR、 それが COVID-19 というパンデミックを経て現実の私たちの生活に大きな影響を及ぼし始めている。その最前線をサウスバイサウスウエストというイベントね、SXSW2021 のオンライン会場を回遊しながら体験してみようということで、拡張現実のイベントが実はサウスバイサウスウェストということでありました。全部ねオンラインで行われているイベントです。本当にね、会場の中を歩き回れる感じ、あるいはこの、セミナーにこう出席、椅子に座ったりとかね、それからバーチャルで人のこうなんていうの、パネルディスカッションみたいなのを見たりとか、そんなことができるイベントがあったそうです。それの報告です。なかなかね、面白いイベントですよね。こういったところに必ずテクノロジーの最前線みたいなものが出てくるので、それがこの後どうやって例えばゲームだったりとかサービスだったりとか、そういったものに落とし込まれていくかってことを感じることができます。それからね、この椅子もそうね、座りながらいろんなとこ体感ができるということを作ってる人がいるんですね。で、常識や感覚を揺り動かす MR ダンス、ライズマジックス、こういったものに出てるものってある意味すごく飛び抜けた技術の紹介ではあるんですが、それがどういう形で一般の僕たちの生活の中にある時はゲームだったりとか、ある時はサービスだったりとかね、そういったものに落とし込まれていくかっていうことがちょっと興味がある。で、特にこれから XR というか VR、MR、AR、教育の分野なんかもだいぶ変わってくるんじゃないかなというふうに思っているんですが、そんなことのこうなんていうの、先駆けといったものを見ることができます。ありますね。あと医療における VR、AR の可能性、この医療にもねありますよね。これ面白いのは、PTSD の治療に VR を使うというのがありますね。ソニーが、超臨場の温情体験、すごい。最終的に人間の感覚、視覚、聴覚、触覚、その辺のところには関わってくるんですが、それらをある意味テクノロジーでこうなんていうの、騙すっていうと語弊があるけども、で人間の感覚に対して現実とこのバーチャルとある意味境目のない状態を作っていくということがありますね。あとこれが面白い、やっぱりね、VR を使った旅行ですよね、ツーリズムがやっぱり出てきますね。今回このコロナでなかなか遠くに旅行に行けない航空機会社、旅行会社さんでね、中にはバーチャルで、旅行に、社会旅行に行きませんかなんていうことやってるところもあるし、それからバスツアーでね
現地には行かないんだけどもバーチャルで、そのバスツアーを楽しむなんていうのも売り出されていたりとかしています。まあ、そういう意味で本当にまあ現実とこう嘘の世界とがどうのこうのっていうのはありますけど、僕はこれね、まあ、ある意味ポジティブに捉えて VR、AR、MR、XR を思いっきり楽しんじゃっていいんじゃないかなっていう僕は思っています。あとこれすごいですね、本物の価値をさらに高める XR 体験 8K 文化財プロジェクトということで、東京国立博物館と NHK が最先端の 8K ですよ。8K って1000のことね、0が3つある話と 3D スキャナー、フォトグラメトリー技術を使ってみんなの 8K 文化財プロジェクトというのを、遮光器土空なんですけど、すんごい高精細の画像、しかもこれ 3D だからぐるんぐるん回せるよね。これ実物をね、手に持つことはほとんどできないし、ずっとぐるぐる回すことはできないんだけど、 VR だったらそれは可能ですよってことですね。それからあとこの国宝です、洛中洛外図屏風がありますけど、本当にこれ細かい絵なんですけど、結構細部まで拡大して見ることができる技術ですね。これもやりたいな。 XR は人間拡張の夢を見るか、フィジカルな身体感覚とバーチャルな情報がこの2つがシミュレーションする時は環境で、人の意識と肉体はテクノロジカル拡張されていくだろう、運命の神があります。脳科学者さんとテクニカルディレクターさんの対談ですね。最終的には今スマートフォンですよね、今インターネットにつながるときはスマートフォンなんですが、どうも次に出てくるのはスマートウォッチはもちろん腕時計としてあるんですけど、スマホに置き換わるものとしてこのメガネがね、そのまま情報端末になっていくっていう未来が描かれています。そうすると僕たちもスマホを持たないでこのメガネに映るもの、まあ、操作方法ってどうなるか分かんない、スマートウォッチで操作するのか、また別のデバイスがあるのかわからないですけど、このメガネに直接ここにいろんな情報が映り込んでいくという時代が相当遠くなると思います。そうするとまあ多分スマホ、昔はスマホ持ってたよねみたいな今ちゃんとグラスに全部映るから OK っていうね、そんな社会が来るような感じがしますけど、その時にやっぱり VR っていう、このエクスペンドリアリティですよね、そういったものがかなり大きな市場になってきたなというふうに思います。で、そうなった時に、いろんなものがデジタル化されていくというのがありますね。面白いですね。地球科学の未来の博物館、まあ、いわゆる地球そのものをデジタルで立体模型化するっていうやつですね。これも面白い技術ですよね。で、この間の和人さんが防災関係のね、提言された中でデジタルツインっていう言い方をしてました。してたかな？してたかな？いわゆるコンピューターの中に実際の世の中と同じ状況、地形とか建物とかも作りながら、その中で、ある意味何度も災害が起きるというシミュレーションをして、防災計画を立てる、避難計画を立てる、それで一人でも多くの人を救う、命を救う、そういったことを取り組んではいかがでしょうかということを国に提言されました。そういった形でこれからのデジタル技術が特に日本が置かれている状況、毎年台風は来るわ、線状降水帯でも大雨は降るわ、地震はあるし、火山の噴火もあるしみたいなことの、ある場所でそのデジタルテクノロジーを駆使してこの防災を作っていく、防災体制を作っていく、それはある意味日本、世界に先駆けて日本が本当にできることなんじゃないか、逆に日本でそういう、防災テクノロジーがねできると、それは本当に世界の人たちの役にも立つんじゃないかなという考え方です。そんな中で、デジタルツインズとかこの XR とかね、そういったものが重要になってくるのかなという感じしますね。そういうわけで、後半はねデザイン、継承ですね、事業をつないでいく2代目、3代目さんとかです。これもちょっとご近所さん感覚の後半にありますね。クリエイターになってもこういうね、縦にわたる情報が出ているというのはありがたいですよね。というわけで僕も今実は、360度カメラとか、それからオキュラスとかね、そういった VR の、機器を使いながら、特に僕の場合は図書館とか本のある空間をどうデジタル化できるかっていうことに今取り組もうとしています。取り組んでます。
まあ、そんな中でこういう、ね、XR 技術がこれからどうなっていくかっていうのは非常に興味がある話で、まあ、例えば図書館の10年後、20年後、50年後、まあ、50年後はだいぶ先だな。図書館がね、今みたいにこういうね、こういう紙の本がもちろん全くなくならないわけではないんです。だいぶデジタルに置き換わっていくだろうというふうに思います。まあ、そんな中で、こういう XR、VR のあるっていう技術っていうのが、まあ、図書館をだいぶ変えていくんじゃないかなと思います。でも、考えてみるとね、図書館って、図鑑だとかね、ああいった本だとかもそうなんだけど、例えばこうページを広げた時点でもうなんか地底旅行とかね、宇宙旅行とか、あるいは歴史で過去に戻ったりとか、まだこの未来を見たりとかね、そういったことがあるということを考えると、実はこの図書館にある本そのものは実は VR 世界なんじゃないかなって思ってて、で図書館ってその VR 世界である本がたくさんライブラリーとして置かれている。まあ、今紙に印刷され、写真とか文字が印刷されていますけども、もともとね図書館ってこういう XR のエクステンドリアリティの、まあ、ある意味宝庫で捉えると、なんかこのね XR テクノロジーが図書館をこれから変えていく、あるいは僕たちの世界生活を本当に根底から変えていく可能性があるかなと思っています。まあ、そんなわけでアクシスの、純6月日の、2020年6月のボリューム1011、特集が XR が生む新たな体験と、特集に事業継承にデザインがどう関わるっていう、まあ、そんな特集でございました。どこかでこの表紙見かけたら手に取ってみてください。なかなか刺激的な内容が書かれています。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとそれからチャンネル登録とよろしくお願いします。こんな形で雑誌を紹介していく動画を時々ね、たまにね、上げていきますので、またよろしくお願いします。それではまた。